おはようございます。おはようございます。呼ばれちゃった。珍しい組み合わせですよ。うん、呼ばれちゃった。呼び出しました。はい、今日はですね、はい、まあ、この間、うん、グレーと、はい、ヘタッピゴルフ研究所の田中君とのラウンドがあったじゃないですか。はい。はい、それっすか。それです。で、はい、結構コメントでも、はい、そうグレーさんに解説してもらいたいとか、あの試合を。何を考えてゴルフをしてたのかとか、はい、マネジメントとか聞きたいと。なるほど。そういう声がですねすごく多かったんですよ。多分俺すぐ終わっちゃうよそれ。いやいいんですよいいんですよで、コースも、はい、グレーが実は不得意だと言ってたコースだったじゃないですか。あんま好きじゃないと。めっちゃ不得意、うん、で、まあ、QT とか、うん、なんかいろいろ多分ね、そういうところで回ってたラウンドコースですよね。はい、そうです、そうです。なので、うん、そのコースマネジメントとか、なるほど、何を考えてやってたんだろうなって、はあ、僕はまあずっと後ろつきながら、はあ、撮影してましたけど、はい、グレー何考えてんの、喋んないから、うん、あの試合は、うん、何考えてやってるか分かんないじゃないですか。確かに、はい、うん、それを、うん、もうグレーのショットだけ全部抜いたんで、はい、マジですか。はい、じゃあそれを解説してほしいです。なるほど、はい、了解です。30分なんで。わかりました、はい、じゃあ30分、はい、じっくり見てください、ね、ちょっと前半後半に分けるかわからないですけど、はい、いやこれはねけどプロ目線で、うん、やっぱり何自分で解説する動画ってないじゃないですか。確かに、はい、ないですね。ないですよね。ないですというところで、はい、早速いきたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。お願いします。おとなしいですね、はい、あ、ちょっと、はい、そうですね、まあ、ここは、はい、まず僕、寝坊したんで確かにね、まあ、とりあえず、頭の中はぼやっとしてるんですけど、うん、とりあえず、右のフェアウェイに置ければいいなと思ってこの最初のティーショットは打ちました。はい、まあ、左よりかは右、右かなと。なるほど。これ なぜかというと、僕、はい、昔はもう7年間のチーピンヒッターだったんですよ。ああ、なるほど、なるほど。で、もう、毎回左のラフだったんですよ。あ、そういうことか。田中君のポジションから10から20ぐらいの前のとこから毎回ラフで打ってたんですよ。へ、はい、そうなんですよ。で、このセカンドは、まあ、130ぐらいですけど、うん、でピッチングで打ったんですけど、普通にフライヤーっぽい球だったんですよ。これやっぱ雨の日ってフライヤーっぽくなりやすいんですか。いや、そういうこともない。そんなことないですよね。普通に逆に多分球が落ちると思うんですけど。あ、そうなんだ。意外と飛んでっちゃったっていうだけですね。で、とりあえずグリーンもセンターに狙って打ちました、これ。うん、そうなんだ。もうオーバーしてもいいぐらい。オーバーしても、まあ、まあ、うん、オーバーすると思ってなかったんで。あ、そうなんだ。逆に打った瞬間にもうフライヤーだったんで。これも結構ラインしっかり読めてますよね。これ結構読めましたね、うん、これ距離、本当にこれもパターンも距離感だけと思って、うん、とりあえず朝は2パットでいいと思って。じゃあ朝一はもうやっぱりフェアティーショットも、うん、まあ、フェアウェイに置ければいいかなとか。そうですね。結構振らない状態で。そうですね。もうコントロール、うん、セカンドもコントロールしながら打って、パターンもまず朝はもう2パット、2パット。じゃあパーでいいっていう考え方ですよね。考えですね、うん、本当にバーディー狙いに行くわけではなく。そうですね。うーん、決してなんかこれ多分田場さんがあれオーバーしてるよとか言ってたんですけどこれはそれも自分の中では頭の中で入ってる。入ってます。オッケーオッケーみたいな。うん、そうそう、うん、なるほど、ね。まあ、でも全然僕的にはオーバーしてるつもりはないから、うん、まあオーバーしちゃったなぐらいの感じで、うん、で、この11番は、うん、ティーショットむずいんですよ。右が浅いんで。そうなんだ。はい、だから僕は左のバンカーを狙ってここは打っていきました。ちょっとフェード系かかればいいかなみたいな。そうですね、そうですね。もう完璧なフェアウェイど真ん中ですよね。はい、ここはすごく素直なティーショットだったなと、うん、で、このセカンドも、まあ、156、8番つって、で、まあ多分 雨も結構、うんうん、降ってましたね。雨の粒も大きかったんで、うん、まあ大きくてもいいかなと思って打ったら本当大きかったこれ雨の日ってボール飛ぶっすか。いや飛ばないはずなんですよ。飛ばないんだ。多分フェアウェイの芝が長かったと思うんですよ。フェアウェイの芝のちょっと長さによってもでも多分あるんですかね。それとあとやっぱぬかんでるから結構入射角度がこう強くなっ
ああそういうことか、こうグググって入ってってなんかロフトが立っちゃって飛んでいっちゃったっていうのもあるかもしれないですね。スピンって効くようになるんですか雨？いや効かないですね、あんまり効かないんだやっぱり。だからその分伸びてんのかなと思ったんですよ。そうっす、まあそれもあるかもしれないですね。これやばいっすよね。これはもうこれ完全ちょっとラインマジ読めてました。あそうなんだ、はい、これは普通になんか、まあ、ワンカップぐらいかなみたいな、もう入りそうな感覚がもう打つ前からあったっていうことですか。そうですね、もうなんか1ホール目からラインも見えてたし2ホール目もライン見えてて、うん、でもいいかなみたいな、そしたら入っちゃった。いやなんかその日のじゃあ感覚ってやっぱりあるじゃないですか、はい、ありますね、なんかその日の感覚がめっちゃ合ってるってことですよね。そうですね、やっぱりそうですね、ラインがしっかり見えるし、ラインが見えてて、タッチもだって2ホールとも完璧じゃないですか。完璧でした、うん、これなんですよ。これはとりあえずなんかピン向かえばいいかなみたいな。そんな簡単なの？結構アバウトでした、これも。あ、そうだね、はい、結構で、これなの？これです。これはね俺声出てますからね。あ、後ろでなんか言ってたのも、うん、どうって言ってますよね。びっくりしたもんだって。本当にセカンドもなんか気楽な感じで。あ、そうなんだ。あ、ティーショット、ティーショットね、ティーショットは気楽な感じで本当打っていけたなっていうのが。じゃあその脱力感が良かったんですかね、やっぱり。多分そうっすね、うん、多分まだ寝ぼけてるんでこれ、うん、気負わずそうっすね。うーん、はい、これもなんかたまたま打ってたまたま寄ってたまたま入っちゃったって。いやまあ近いからあの距離はまあそんな外さないですよね、やっぱね。そうですね、下りのちょっとスライスかなと思ったんですけど、うん、まあ水分もあったんで、うん、まあ曲がんないかなと思ってまっすぐって感じですね。なるほどね。ここあれですよね、結構難しくないですか。ちょっと左ドックっすよね。うん、そうなんですよ。しかもドライバーじゃなくてウッドを持ってるんですよ。多分ドライバーだとあの段を越えて傾斜まで行くんですよ。あ、なるほどなるほど。あ、なるほどなるほど。はい、ラインまで。だからウッドで押さえて、まあ、ラインがいいところで。そうですね、ラインのいいところで。これ昔よく右のバンカーと左の OB にぶち込んでたんですよ。へー。だからそのイメージがあるんでフェアウェイウッドで打って、まあ、これ3打目勝負だなって感じでユーティリティ持って、うん、バンカー手前で刻めばいいかなと、うん、そしてこの刻みがめちゃめちゃいい刻みじゃないですか、はい、もうほんとバンカー手前じゃないですか。そうですね、そうですね。もうこれ多分ね知ってるんですよね、やっぱり監督が、ね、研修生時代もしょっちゅうこう回ってたんで、うん、これを多分僕前だったらフェアウェイウッド持ってバンカーぶち込んでました。ああそうなんです。そんなバンカー結構高いですもんね。高いですね。でも距離感も難しくなっちゃうんで、うん、でこれも3打目とかちょっとやっぱ強いんですよね。強いですよね。ちょっとオーバーですよね。多分これもなんか思ったよりピョンって飛んじゃったんですよね。うーん、なんで、まあ、このパターも、まあ、このラインが確かに田場さん言ってたんですけど、うん、見えてたんですけど、うん、ちょっと強くなっちゃった。これは単純に、ね、はい、そういうことか。そうです、そうです、そうです、そうです。で、まあ2パットで OK かなっていう。まあけどパー取れればね。そうですね、うん、ここはね、まあ、本当はバーディーホールなんですけど。あ、そうなんだ。そうなんですよ、ホールなんですけど、やっぱりちょっとアプローチの距離、縦の距離のジャッジミスっていうのと、うんうん、まあ打ち方もちょっと悪かったかなと、うん、感じですね。なんかここ、あれですよ、このホールみんな難しいって言いますね。左があれですよ、ここは僕ね、もう左の OB にしか行かなかったんですよ。あ、そうなんだ。だから QT とかも研修生の時の時代もこれ左の OB しか行かないんです僕。へえ。だからもう嫌だったんですよ、はい、で嫌でめちゃめちゃ左の林に向かってそっからスライス打ったんですよ、はいはい、そしたらやっぱりね、フェース面にこう水滴がついてるんで、うん、滑っちゃった。あ、なるほど。ちょっと曲がりすぎちゃったってことですね。そうですね。でちょっと嫌だと思ってこう逃がしたんですよね。あ、なるほど、はい、なるほど。これもちょっとピンかぶってて難しいですよね。そうですね、木がかぶってて、木がかぶっててちょっと狙えなかったんで9番で勝ち上げて打ったら、なんか後ろのトラックがブーンってきてでそれで気になって後ろを見たんですよ。あ、そういうことね。タバ、はい、さん何見てんだよって言ってた記憶あるんですけど。あれはね、分かってる、俺は分かってる、うん、これやっぱフェース開くんですか、9番とかでも。いや、普通に構えて勝ち上げて打ったって感じですね。でこれはもうヒールアップしてもうピッチエンドランっていうイメージで。これ59度ですか。これはね、59度だったかな。はい、で
ちょっと強くパンチが入っちゃってオーバーしちゃったかなっていう。なんか雨の日の時の注意点とかってあるんですか、アマチュアがこれ気をつけた方がいいんじゃないみたいな。あ、なんか直接当てないっていうことですかね、やっぱりボールを、うん、ああ直接だってごめんなさい、直接当てるってことです。ああそういうこと、逆にね、逆に直接当てて、うん、ハーフトップで打ってます。ハーフトップ攻めか、攻めですね、ひたすら。でやっぱこれってクラブの重心、あ体の重心の移動でうまくこう入射角度が入ってくるようになってくるんで、球も強く変えてくんだ、うん、なるほどなるほど。やっぱりそうですよね、下ぬかるんでるから、はい、ちょっと先入っちゃうと めっちゃダフっちゃう、ね、めっちゃダフるんで、そうですよね、もうひたすらハーフトップハーフトップって思いながら振ってましたね。でこのティーショットは、うん、どこだっけな、あの左のバンカーか、左のバンカーからフェードって思って打ちました。確かにめっちゃナイスショットだった。はい、狙い通りですよね、完璧でしたね、うん、でここもあの右のラフにしょっちゅう行ってたんです。右のラフかあの隣のフェアウェイまで行ってました。そんな時代なんて想像つかないですよね、グレーのね。やばいよ、左の、フェアウェイに行ってグリーン乗せてたっていう時もあったんで。ああそうなんだ、はい、逆にそっちの方が調子よかった。、はい、でこれ7番でパンパンって打って、これもなんかちょっとフライヤーっぽい球だったんですよね。はい、でちょっとつま先下がりだったんでちょっと近く立って、うん、少しオーバーって感じ、はい、だけど全然許容範囲ですよね、まあ、これはね。でかかと体重にしてちょっと、まあ、コントロールして打った感じですね、うん、本当に。まあ、このパターはパッドはもうこれもライン見えてました。ああそうなんだ、これ一番ライン見えてましたね。結構曲がってますけどね、はい、だいたい3分の2ぐらいまでちゃんと打てればいいかなぐらいの感じ、うん、で打ってそこからなんか落ちてくるかなという感じでしょうね。パターの時って結構やっぱもうカップ見るんじゃなくて、もう狙ったところしか見ないんですか。もう狙ったとこ、あそこに通せばいいと思ったところしか見ない。そうですね、うん、一番そのボールが弱まるポジション、うん、頂点からそこからあとコロコロっていう感じのイメージで打った感じですね。でこのティーショットはまあこれも左のフェアウェイだったんですよ、隣行っちゃうんだ。行ってました、もうチーピンしか出なかったんで、で右もこれ吹かすと OB だったんで、うん、でこれはもう僕はまあティーショット左目がけてフェードで打っていって、でセカンドも136ピッチングで打って、そしたらこれもフライヤーっぽい感じ。ああやっぱなんかアイアンが全部オーバーみたいな感じになっちゃう、オーバーみたいな感じですね。まあとりあえずそれでも焦らないですね。全然焦らないですね。焦んない、まあなんかこれ生き入れるのが一番良くないんで。ああそっかそっか、はい。でこのパターもなんだろう、これもライン見えてました。これもなんかわかんないですけど、うん、一番なんか脱力できてたパターじゃないですかね。なんか、うん、グリーン上でのルーティンってあるんですか、そのパターラインを読む時のもう歩数ですね。歩数、歩数、うん、でそれに対してのあとはなんだ、どこで失速、球がね、ポンと打って転がっていて一番弱まるところを考える。なるほど。でそれに対してあとは振り幅。振り幅か。はい。まあ僕の振り幅大きいって言われますけど、僕はこのグリップのプレッシャーで変えてるって感じですかね。ああなるほどね。うん。それで強弱つけてる感じ。それやり込まないとダメだね。そうですね。これはまあずっと1年やり続けたんで。うん、まあ、この17番はちょっと引っ掛けたかなと思ってちょっと逃がしたって感じもあるんですけど、全然やけど普通に引っ掛かってはないですよね、まあ、はい、距離はぴったりかなと、イメージよりも曲がんなかったかなっていう感じですかね、うん、でこれはそうですね、ちょっと下ってますよね、ちょっと下りの何メーターだ、1,2,3,4,5って数えてるはずなんで、うん、まあ、5.5 歩ぐらいなんですよね。で、まあ、まあ1メーターないぐらいのところで曲がるかなと思って、ちょっと、はい、薄めのライン、薄いスライスか、うん、だったんで、まあ、最後右縁から入るかなと思ったら本当になんかうまくいきました。これだからもう狙ったところにもう完璧に打ててるんですよね、打ててるんですよね、はい、強弱といい、はい、
分もうこんな感じで、これ結構ギリギリでしたけどね。いやー本当にね、はい、ため息しか出なかったですよ。もうこれは自分でもびっくりしてますよ、ね。うん、はい、顔作ってるんで、これで、はい、もう3連続バーディーですよね。そうですね。いやこれはね、そうですね、まあ、次のティーショットは本当に一番後ろから難しいんですよ、うん、落とし場所も狭いし長いですもんね。長いし、はい、でこれはなんか左のバンカー、あ、まあ、3つあるうちの真ん中のバンカーですかね、狙って打っていってフェードかかればいいかなと。これですかね。ああなるほどなるほど、うんうんうん、やっぱりその2打目も考慮してそこがいいってことですか。そうですね、ここはもう完全3打目勝負だなと思ってて、うん、2打目はもう完全に左狙ってますもんね、これ確か。そうですね、これね僕よく右行ってたんですよ。あ、そうなんだ、はい、右行け前ってこと、はい、なんかバカだったんで 右に打っていけばいいと思うんですけど、右って本当はダメなんですよ。なんでか分かります？だって池越えになりません？右は池越えになるんですけど、単純なんですよ、縦の距離がなくなっちゃうんですよ、グリーンの横幅が。あ、奥行きが、そういうこと。左だと奥行きがある使えるわけですよ、グリーンが長いんで。このロケーションだと縦に長いじゃないですか。そう、確かに確かに確かに。右行くと今度横幅がなくなっちゃうじゃないですか、うんうん、だからちょっと大きいと今度こぼれちゃうんですよ。あ、そういうことか、はい、だから左のラフでもいいやと思って。え、けど普通に考えたら池俺は嫌いなんで、池越えじゃなくて左狙いますけどね、これ。なるほど。でも僕はね、研修生とか QT の時は全部右狙ってたんですよ。あ、そうなんだ。ギリギリまで行けばいいと思ってたんですよ。そっか、逆に自分が難しくしてたんですよ。なるほどね。はい、なんで俺あっち狙ってたんだろうって思いますよ。いや、そうなんだ、はい、だからもう左、まあそれだけレベルは上がってますね。確かに確かに確かに。はい、いや僕ね一番感動したパットこれなんですよ。これ僕もあのこれマジちょっとね過去2に、あ、入る入るなって思った。これ結構長いですよね。長いです。これ10歩11歩、うん、12歩ぐらいか。で、まあ、上りですもんね。上りのスネーク、うん、でもスネークって思った瞬間もうラインが見えちゃったんですよ。そしたら思った通りに曲がっていったんです。これなんだろうそれ、ゾーンみたいな感じなのかな。ゾーンですかね、わかんないですね。僕も人生でないですから、この感じ全部ラインが見えてたんですよ、本当に。と思ったとこに打てたと思って、お、俺めっちゃライン乗ってるやんと思って、それで入っちゃったって感じですね。もう、はい、一歩目早いですもんね、やっぱり、ね、完全なんかもう、はい、あのプロに対して失礼ですけど、はい、プロっぽい仕草で、ね、そうですね、そうですね、レンジャーの中で一番しましたよね、多分ね、プロっぽいの、はい、あれはやばい、はい、まあ、まあ、ちょっとまあバーって、まあ、僕だけだったんで、うん、あれですけど、まあそんな感じですかね。ちょっと一回止めますか、はい、あの前半でね、はい、いやあのバーディーラッシュは本当にすごすぎですよ、あれ。いや僕もびっくりですよ。だって、はい、6オーバー、あ、6バーディー、はい、ワンボキリ、はい、いや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 、本当に、なんですかね、すべてが、はい、もうパターに集中してたんで。確かにそうっすよね、はい、前回負けた時にパターが入らなくて、はい、パターで負けたって自分でもおっしゃってたんで。そうですね、だからショットって、まあ、うん、まあ、プロなんでもちろん上手いですけど、はい、まあ、ぶっちゃけそんなになんか、あんまりギスギスしず、考えすぎず、うんうん、打ってる感じがすごい見えてたんですよ、僕、はい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 、見てて、はいはいはい、あ、もう、まあそこら辺、適当、みたいな、うんうん、あそこまで行けばいいかな、みたいな、とか、うんうんうん、やっぱパターだけはもう本当、やっぱ入念に時間かけるし、うんうんうん、パターの差だよなと思って。いや、本当そうですよね、パター、多分オリンピックもやってますけど、パターだなと思いますよ、うん、確かに確かに本当に。いやけどこの前半はね、本当にすごかった、はい、あの見てて、ね、もう鳥肌立つぐらい。なんか全てのなんか前半は全部が力抜けてました、はい、あ、なるほどなるほど。遅刻してきたのもいい方に、いい方に作用したほしいですね。多分脳も使えてないですから、うん、あ、なるほどなるほど、はい、脳も使ってないし、うん、考えることも、うん、考えてないし、なんかそこに行けばいいぐらいの感じで打って、うん、でクラブの重みを感じながら常に打ってた。だいたいそのいい時って絶対それなんですよね、本当に。なんかあんまり振らないし、うん、なんか自分が思ったとこに正確に落とせるっていうことだけを徹底して
やったらその結果だし、パターもそこになんかちょうど、ね、曲がるポジションまでちゃんと打つってことだけを徹底して、うん、でそれに対してそこまでの歩数を数えて打つ、うん、歩数やっぱ歩測は大切ですか。やっぱり僕は歩数とあとはそこのなんですかね、まあいろいろパターンも研究したんですけど、やっぱりそこまでちゃんと打つ、うんうん、でそこからどこ、ま、あどこから曲がるっていうのをちゃんと自分の中で計算しするってことがめちゃめちゃ大事だなって。なるほどね。最近ブルーとかも補足やってますもんね。知らないです。いや、ブルーもイエローもグレーに言われてやってるんですよ、はいはい、ああそうなんですか。でホワイトも、まあ、グレーから教わってるからやってるじゃないですか、うん、やってますね。やってる、うん、やってる。確かにそう、そうだ、ね、教えました。確かに、ね、補足は重要だ。はい、はい、大事っすね。だパターが一番縮まりますもんね。縮まります本当に、うん、バカパッドなくなれば、うんうん、僕だって5ぐらい簡単に縮められるんですよ、うん、そうっすね、そうっすね、はい、5だって本当でかいんで。そうですよね。はい、あとはなんかまあドライバーはまあ好きだったんでいいんですけど、うん、セカンドっすかね。セカンド、セカンドが意外と良かったのかなって。逆にオーバーしてた方が。ああ、なるほどね。あ、そういうこと。うん、多分手前から手前からじゃなくて、じゃなくて逆になんかたまたま打った結果大きくて、うん、それが多分歩数を数えてそれが何ホールか続くわけです、うんうん、だから似た感じのオーバーしてるわけですよ。あ、なるほどね。だから同じ距離ぐらいのやつが残るってこと。残るんですよ。ああ、そういうこと。多分結果たまたまそれが9ホール続いたって感じしません？確かに確かに確かにね。まあ最終18番とかは手前だったんですけど、うん、似た感じじゃないですか。確かに確かに。出だしとケツ、うんうんうん、だそれが多分もしかしたら残ってたのかもしれないです。感覚か、なるほど、うん、まあ、セカンドが本当に毎回毎回ピン筋ってオーバーしてるんで、うん、でも多分その時ミート率も良かったと思うんで、うん、それがたまたまで、パターンの時もたまたまうまくいったと、うまくいったんじゃないかなって僕は思ってます。僕ね、これ前半終わった時にね、グレーに昼飯食いながらベスト狙いましょうって言っちゃったんだから、それでね、多分意識してるから本当すいません多分ね、けど意識してほしかったですよ僕は、うんうんうん、だから、まあ、あ、いけるいけるって思ってほしかったです。いや本当に本当に、いやでもマジ良かったから、うん、まあ後半はちょっとね、やっぱね力入り、力入りました。入ってます、ね。ちょっと脳が起きちゃったんですかね。起きてますね。めっちゃ見ます。ですよね。めっちゃ見ます。これってやっぱりあの山があるんですよ、グリーンにも。はい。不安になるんですよ。そうなんだ。